懲戒処分を受けたのは松崎町役場に勤務する28歳と39歳の男性職員です。28歳の男性職員は上司からの再三の指導にもかかわらず道路工事の承認や河川専有申請業務などについて今年度だけで26件の未処理案件を起こしたもので工事関係者などに工事の遅れなどの迷惑をかけたということです。 一方、39歳の男性職員は今年10月21日、妻に対する傷害の疑いで警察に逮捕され、その後不起訴となり釈放されていました。これを受け、松崎町は28歳の職員を3ヶ月間減給10分の1に、39歳の職員を1ヶ月間減給10分の1とする懲戒処分としました。